はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。もしよかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。大阪場所始まりました。残念ながら横綱の照ノ富士は、初日、負けましたね。ちょっとねかわいそうなような気がしてね。なんでかっていうとね、今からお話しする内容なんですけど、遡ること、何年前だ、7年ぐらい前かな、日馬富士が引退したあの事件ありましたよね。鳥取場所の後で、同窓会みたいな形でモンゴルの人たちが集まって酒を飲んでた。そこには当然当時横綱の鶴竜であるとか、日馬富士、白鵬とか、その時にね、貴乃花部屋にいた、貴乃岩も呼ばれていて、そして、結局ね、日馬富士に、まあ暴力振るわれたということでね、日馬富士は結局引退になるわけですね。で、殴られた方の貴乃岩の方は、貴乃花、当時の親方ね、貴乃花が怒ってね、相撲協会への報告より先に、警察に被害届を出したっていうような事件がありました。で、もともと貴乃花は貴乃岩に、もうモンゴル力士との付き合いをやめろと、非常に八尾の噂とかね、いっぱいあるし、もう縁を切れというようなことまで貴乃花は指導をしていたというふうに言われてます。まあ、そんな最中にね、まあ、同窓会みたいな形でね、飲み会があって、まあ、貴乃岩もね、立場上行かなくちゃいけない状況だったんでしょう。本当は行きたくなかった。でも、行ったらね、白鵬がいたんですね。で、白鵬は、この、場所の、まあ、その前の場所にね、稀勢の里と優勝争いをしてたんですね。で、優勝争いをして、いつものように、モンゴル人同士の星の貸し借り、つまり八尾ですね。で、これを、まあ、依頼をしようということで、付き人を通して、貴乃岩に頻繁に連絡をしたけれども、貴乃岩はね、まあ、それを察して取らなかった。まして、親方から連絡取るなって言われていたので取らなかった。で、結果、貴乃岩はガチンコで白鵬に勝ってしまったんです。で、そうすると、稀勢の里が優勝ということで、優勝争いに敗れた。で、白鵬はおそらくね、貴乃岩に対して怒り心頭だったんですよ。で、結局自分の手は汚さず、まあ、内容わかりませんが、日馬富士が代わりに丸々して、そして結局日馬富士は引退というふうに至ったわけですね。で、まあ、その時もね、白鵬は止めなかったというようなことで、まあ、注意を受けてるんですけど、その時にね、止めに入ったのがね、今何を隠そう、昨日負けたと言われてる照ノ富士なんですね。で、照ノ富士は、止めようと思って入ったら、お前生意気だということで、正座をしろと。あれだけね、膝にこう、いるぐるぐる巻きにサポーターからして、膝が悪い状態、当時から悪かったのに、正座をしろ。つまりね、もう相撲が取れなくなるかもしれないようなことをやれと言ったわけですよ。膝が悪い人に正座をしろって言ったわけです。で、照ノ富士は正座をしたというね、こういう話がありますね。で、照ノ富士がどこに所属しているかというと、伊勢ヶ浜親方、要は伊勢ヶ浜部屋に所属をしています。で、今回、白鵬が2階級降格、まあ、北青鵬が、まあ、引退ということになって、で、宮城の部屋、要は白鵬の部屋が、まあ、閉鎖になったことがほぼ確定したと。そして、白鵬、宮城の親方はどこに行くかというと、伊勢ヶ浜の部屋付き親方になるということが、昨日判明しました。これを、照ノ富士が知ったか知ってないかは分かりませんが、まあ、報道があったので、もう話は言ってると思います。そうするとね、
照ノ富士が所属している伊勢ヶ浜にね、部屋付き親方として白鵬が来たらどうなるかというとね、照ノ富士嫌だろうなと思いますね。まあ、何が嫌なのかって言ったらね、あの普通のね、まあ部屋付き横綱って言ったらコーチと一緒ですよね。だけどもしね、伊勢ヶ濱親方がいない時に、白鵬が主導をしたと、その時にね、他の人にわからないようにモンゴル語でね、なんとかかんとかっていろいろ言ったりしたり、まあそういろいろ考えるとね、照ノ富士の立場を考えるとね、まあ気の毒だなと。かといって、まあ伊勢ヶ浜一門というぐらいですからね、他の一門の部屋に、白鵬を部屋付きでやるっていうのはね、ほとんどね、あの大島親方であるとかね、他の人たちって白鵬の、要は、現役時代のね、格下のレベルの人が親方してたりすると、これはちょっとやばいと。だから結局ね、一門を束ねてる伊勢ヶ浜に、白鵬を預けることしかできなかったんでしょうけど、そうすると部屋にいる照ノ富士が一番ね、精神的にも、肉体的にはどうかわかりませんが、その精神的なね、苦痛がなんか昨日の場所にも現れていたような気がします。非常にね、モンゴル共済会、仮称ですけどね、こういったものがね、解散するんじゃないかとかね、モンゴル同士のそういうものはなくなるんじゃないかと、あるいはなくならさないか、で白鵬から、モンゴル勢が離れようとしているような状態でね、逆に白鵬が、部屋付きになるっていうことは、照ノ富士からしたらね、もう最悪なんですよね。そうやったら別の部屋で親方してくれてる方がいくらかね、照ノ富士的にはね、良かったと思いますけど、結果ね、照ノ富士にとっては一番嫌な、ことになったわけですね。さあ、これからどうなるのか。で、例えばですよ、伊勢ヶ浜親方って、定年がね、定年までもうちょっとしかなくて、で、伊勢ヶ浜親方が定年になって、その後、照ノ富士がもし継いだ。で、照ノ富士が継いで、部屋持ちの親方になって、そこに、部屋好きの白鵬がね、つくっていうことになってくると、これまた大変なことになると。だから、それまでに、宮城野部屋が復興して、今の白鵬がまた親方をするのか、それまでに一気に引導を渡すのかっていうね、もう時間の問題。要は時間の、どう時間を過ごすかによって全てが変わってくる。一人の横綱をダメにしてしまう。あるいは一人の親方をダメにしてしまう。いずれにしてもね、白鵬が相撲協会に残って、伊勢ヶ浜一門にいれば、伊勢ヶ浜一門が、ちょっと貧乏くじを引くし、要は白鵬はね、もう面倒見切れる人がいないんですよ。で、苦肉の策でね、伊勢ヶ浜部屋が部屋付き横綱と、部屋付き、親方として面倒見るっていうことになりましたけど、現実はね、みんなね、自分のところに来てほしくないっていう気持ちだったと思いますよ。伊勢ヶ浜親方そのものも、白鵬が自分の部屋付きに来るのは嫌だったと思いますね。自分の部屋がね、何も問題なくうまいこと言ってるところに、なんて言うんですかね、爆弾みたいなね、そういうふうな力士をね、力士というか親方をね、面倒見るなんていうことはね、これはね、伊勢ヶ濱親方もだし、その人なんかもっとでしょうけど、いずれにしても、この相撲協会で、宮城の親方を面倒見ようなんていう人はね、一人もいない。関わりたくないっていうのが本音じゃないでしょうか。ただ同じ一門なので、責任はあると。誰かが見なくちゃいけないんであればっていうようなことになったんでしょうけど、それにしてもね、
ちょっと照ノ富士が現役の時にその部屋にね白鵬を部屋付きでつけるっていうのはね、これはねちょっとね動揺が収まりませんね。